プラビットの達也とある人とテテです。普段はメジャーデビューもしているバンドマンなんでアルバムをリリースすることになりました。12月22日にメジャーセカンドアルバムトリニティが発売になります。ありがとうございます。ぜひともご予約よろしくお願いします。詳しいことは概要欄からどうぞ。ということで今回の都市伝説ですが、現在ゴムマスクが流行しており、芸能人や大統領にヤバい影が迫っている件についてやっていきます。怖いですよね、ゴムマスク。まあ以前に僕らはエマ・ワトソンのゴムマスクがどれだけ上手に作られてるかっていうね、動画を見て衝撃を受けましたが、それ以降にもたくさんゴムマスクなんじゃないかと疑われるような事件が起きていると。でその内容が結構怖いものが多数存在しているので、今回はそちらを紹介できればと思います。まあ詳しい内容をね説明していく前に、ゴムマスクどんぐらいすごいかっていうの分からないと思うんですよ。あのパーティーグッズのドンキに売ってるあのレベルじゃないんで、実際に見たいと思います。リアルよね、わからんよね、これは。これさ、もうカメラ越しだったら、もうこれ生で見たらわかるかもしれない。まあまあ、そうだね。カメラ越しじゃ気づかんて。うわ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 、すごい。髪の毛もリアル。シワとかもね、喋ってる、口動かしても普通に見えるな。あ、もう全然。うわ、これすごっ。あ、そっから。いや逆にこれつけてて外すパターンだ、ということで今の映像を見てもらえればゴムマスクがいかに巧妙に作られてるかっていうのが分かったと思うんですが、まあここからですね、どんな陰謀論があるのか、ゴムマスクにまつわるものを見ていきたいと思います。ということでまず1人目、某大統領バイデン氏には影武者が複数人いると言われており、実際にアメリカ大統領の就任式の際もカメラ内に2人のバイデンが映るという放送事故が起こっている。本当なんですか？2バイデン2バイデン一度に2バイデンそうなんですよ、やば。まあ、僕らね画像で何回も見せたことあるんですが、これとかいろいろ耳が違うとか、これを影武者だっていう言い方もあるんだけど、ゴムマスクだとすれば違いが出てもおかしくないってことが今回伝えたいんですよ。で言われているのはやっぱちょっと顔が違うという部分ですね。あとはこの大統領就任式ではおかしい点がゴムマスク以外にも何点かあるみたいでして、バーチャルで行われたんじゃないかというお話があるんです。なぜかというと天気がおかしいということで、就任式があった20日正午のワシントンの天気は全体を雲が覆う曇りだったとのことなんです。しかし式典の間バイデン氏もハリス氏もとても眩しそうにしておる。あと国家読書を任されたレディーガガさんも顔に日光がめっちゃ当たっててピカピカだったということでツイッターに上がっております。こちらが曇ってますよね、だからピッカーン、完全に晴れてないですか？空も晴れてるやん。だからこれ別日っていうかバーチャルで行われてるんじゃないかということです。日付偽装というか僕らが見えてるものは全く別日の可能性があるってことですね。まあ、こんなこともあるぐらいなんでゴムマスクで大統領が2人いてもおかしくないというのが言えてしまうということですね。続きまして、安倍晋三氏、元首相の安倍晋三氏も影武者やクローン、ゴムマスク説が多い人物の一人であるということで、理由はですね、やはり表に出る時の顔の違い、耳の違い。これなんかね、ツイッターに載せてるんだけど、顔違うよね、左の人。やっぱりこれ何回も見たことあるじゃん。え、それさ、年代が違うとかじゃなくて、じゃないよ。だから年代違っても耳変わらない。耳多分違うよね。いや、それ顔マジで違うよ、左と右は。本当だ。まあでも調子悪いのかなって済ませちゃうもん。そんなたまにしか見ないから。分かった、これ多分双子の弟の安倍晋三だ。晋三、心臓、あと腎臓もいそうだ。いや、ということで、まあ、画像を比べると明らかに違う点があるということで、まあ、これを踏まえて安倍晋三ゴムマスク説が大量に出ている。もう影武者説もあるよ、それで言うとそっくりさんにかちょっとそいつに寄せたらもうなるもん、であとこれ某テレビ番組に桜田大臣が出演された際に、急に亡くなられちゃって、あ、まあ辞められちゃってと、あの安倍さんのことを語ったって。だからもう本当安倍さん亡くなってる可能性がある。え、それ生放送で事故ったってこと？で言っちゃったっていう。いや、それはもうガチやん。え、怖っ。え、待って、怖っ。ってなると黒幕はマスオだ。なんでわかんの？お前顔だけで見てんだろ、お前。あの口の曲がり方は嘘ついてるかもしれない。尖り方はね、うん、あれもゴムマスクで曲げてる可能性がある。あ、そっか。あ、そうだけ、ね、いや、おーじゃないの。おーじゃないの。続きまして、小池百合子氏。東京都知事の小池百合子さんもたくさんの噂があるということで、画像をご覧ください。
耳の穴がない。え、角度的に見えないわけで、いや、この1枚目は絶対になさそうやな。確かに2枚目は穴見えなくて当然なんですよ。まあ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 、左は確かにね。そうなんですよ。それかもう嫌な罵声浴びせられすぎて塞いだのかもしれない。そんなことある。自ら聞きたくないことがありすぎて。まあまあ、ということで実際の映像も一応あるんで、うん、見ましょう。状態をいかに抑えるか。あ、でも喉は動いてるから。あ、でもね、あんまりなんかマスク動かないね。ちょっと普段と様子違う気もするんだけど、国民の命と元気ないよね、うん、いや元気はずっとないよ、疲れてるから。失恋かな。ちげえだろ。お前、え、海外行ってた。失恋かな。違うでしょ、可愛いもん、ユリコだって。好きな誰の。うん、全然いけるよ。好きなの、そういうの好きだよね。迎えに行こうか。迎えに、お前なんかに来られても困る。で、これ耳の穴がないっていうのはゴムマスクにはよくあることらしくて、 Amazon で売られているシリコンラバーマスクっていうのを見てみたんですが、やはり耳の穴は開いていない。というのも、耳の穴を開けてしまうと空気の漏れが生じてしまい、都合が悪い、逆に良くない。だからゴムマスクとしてバレるのかな。そ、穴がないことによってうまく成立していると。だからゴムマスクなんじゃないかと言われておる。あとマスクしてるからね。ゴムマスクマスクやん。そうだよそうだよ、もう無理だよ。いや、あと俺口動いてないように見えたんだよな。だからね、ゴムマスクしてるからここは動かないけど、その裏では動いてて喉は動いてたから、はあはあ、中の人は喋ってる。逆に言えば声真似とかできれば、うん、本人じゃなくてもゴムマスクすれば、しかも耳の穴開いてませんから中でイヤホンしてられるっすよね。待って、これすごい陰謀論思いついた。何、俺全ての車が麻生と仮定して、あの、やっぱトップに置いておきたい人たちが次々と死んじゃったから、うん、コロナ流行らせて、まあ、その世界的にね、うん、流行らせてマスクしなきゃいけない時代にして、うん、そいつらを立たせておくことによってさ、その立場を守れる人いっぱいいるわけじゃん。そのためのコロナ説ない。こんなにちょっとね、浅いこれ。まあまあ浅いボールきちゃってる。まあまあ、でもね、こんなことにまで発展できるぐらいゴムマスクが巧妙なんで。そうだね。そうなんですよ。他にもですね、芸能人にもゴムマスクをしている人がいるということで、まあ宇多田ヒカルさんもね、昔僕らもやってますけれど、やっぱ耳が違うって言われてるんですよね。耳って変わんの、人って結局。耳タブが違うね。俺、宇多田ヒカルさんは違わないと思う。なんで？成長？これはあとイヤモニつけてる耳だけ、うん、大きく見えるのは多分イヤモニつけてるから、無理やりグッて入れるイヤモニって、それで伸びてる気がするけど。それかエグい性癖な彼氏と付き合って耳レロられたかな。レロられた。レロられた。まあ、であとはその、まあ、裏の話ですけど、うん、やはり女の人っていうのは芸能の方ですね、自分の体型維持とか老いが気になるんで、あのレタッチといいますか、うん、そこで横のね16対9の画像としたら、それをね上に伸ばして16対9に切ったりするんですよ、うん、あ、それ前もそれで終わって結局落ち着いたよね。そうそうそう、だからフォトショー結局そう、女性の場合は分からん、うん、ということで以上が最近巷で流行っているゴムマスクとそれをつけていると思われる人々のお話でした。でも得することは多いですからね、ゴムマスクつけてると、うん、逆に言えば僕が矢野春人のゴムマスクをつけて歌舞伎町で大暴れしたって、犯人は矢野春人ですからね。確かに目撃情報で言うとね。そうなんですよ。俺はだって達也君のねゴムマスクしてキャバクラでね大暴れしたって。違う違う、身内同士でやるやん。だから別の人でいいじゃん。まあ、ということで、はい、まあ、僕らが見ている情報はですね、全てこうやって人為的に作られた可能性がある、なんならその人物すら全く別人の可能性があるということを念頭に置きながら、メディアを見るというか、情報を自分の中に入れることをお勧めいたします、はい、ということで僕たちはこのような動画を毎日発信しておりますので、チャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。
切れなくなって思念涙こらえて